どうもこんばんは、ヒデジムのミレイです。さて今日はですね、そうですね、試合報告動画ということで、ちょっとお話をさせていただこうかなと思ってます。皆さん知ってると思うんですけど、7月の4日の日曜日にですね、ボム、工業さん主催の、ワンチャンピオン、の、提供試合で伊藤沙耶選手と試合をさせていただきました。3ラウンドね戦わせてもらって、3分3ラウンド戦わせてもらって、結果的には、判定で負けたという形になったんですけど、そうですね、個人的にはっていうか私的にはですね、すごい短かった、短くて楽しかった3分間、3分3ラウンドでした。もう本当にあっという間に終わりました。もうリング上がる前からワクワクとドキドキと楽しみがいっぱいあって、もうすごい楽しかったです。あの格闘技やってる中で一番楽しかった試合です。っていうのはその向き合ってる時もすごい、なんていうんですか、駆け引きとかもあって、いや伊藤沙耶選手本当にあの素晴らしい時間をあのね、一緒にこう皆さんの前でいい試合をさせていただきありがとうございました。本当にあのためになりました。もう成長する伊達になりました本当に。でまあこれもそうなんですけど、あとはあのちょっとね、まだ次がいろいろあるんですよね。オリンピックとかの兼ね合いで工業さんとかもね、あの会場借りれないとかってそういうのもあるんで、ちょっと次の試合がちょっとまだ目と立たないんですけど、多分9月頃になるんじゃないかなと思います。まあ、またあのそれは決まり次第皆さんの方に報告したいなと思ってます。あとは、まあ、この場を借りてですね、ヒデジムとしてですね、ヒデジムのメンバーと一緒に戦っていただけるスポンサー様、企業様ね、まあ、個人様でもいいんですけど、スポンサーさんを募集しています。ぜひね、ヒデジムの、私たちと一緒にですね、世界を、一番を一緒に取りに戦っていただければなと思いますんで、よろしくお願いします。カタ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 言ってるよね。そう、実は今日はね、ちょっともうすごいあのファンキーな感じで、もうこう見てもらって分かるんですけど、もう試合も終わったんでお疲れさんみたいな感じで、ちょっとあの好きなものをこれからいろいろ食べて、体を癒そうかなと思います。まあこんな感じで今日は、試合の報告動画でした。また皆さんチャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。ありがとうございました。